ほのほほほのほほのほほほ笑顔が転がる。え、つながるですか。はい、笑顔がつながる。えみえみチャンネル。なんでやねん、知らんけど。始まるよ。じゃあ、えみといろはのえみえみチャンネル、ひさこさんの番外編です。宇宙の記憶を書いてる平田ひさこさんです。よろしくお願いします。はい。カメラ目線にならない私たち。さっきから間違えちゃって。失礼しました。あの、ひさこさんのね、娘さんのみつはちゃんが、あの、体内記憶って言って、もう生まれる前からの、もう光の時からの記憶があるって。お子さんなんですよね。うん、はい、そうです。すごいな。なんかすごいですね。みつはちゃんって、水葉の目のみつはちゃん、うんうん、ね。ね、私もなんかそれは本当に、うん、あの君の名前で知りました。すごい。はい、じゃあ後から知ったんですか。はい。じゃあ偶然。すごい、うん。誰がつけたんですか、みつはちゃんって。うん、あの私の長女、上の子が今21歳で、うん、であの東京に。春からいるんですけど、うん、あのその子がね、うん、名前つけてくれました。みつはちゃんってどんな子だったんですか。うん、うん、みつはですか、うん、みつはですか、うん、どんな子、うん、そうですね、なんていうんですかね、小さな時は本当に私は二人目の子育てだからもう楽々だと思ってたんですけど、うん、もうなんか生まれてから本当にまあ、1年間ほとんど笑わなかったりとか、あとご飯をほとんど食べないとか、あの眠らないとか、うん、眠れない、なんか普通にあるはずの生理現象がもうことごとく少なくて、うんうん、でもすごく元気で、宇宙人だったんだ。馴染むの大変だったんだ。わかる、なんかすごい宇宙人、宇宙人の子を育てるの大変なんだよね。そうですね、最初本当にもう唖然としてましたね、ずっと。あ、うんうん、あの生まれた時もね、こう眉間にシワを寄せてずっとこんな難しい顔してたんで、なんか可愛いって思う前に、うん、どうしたんだろうって思って、考えてる。でも今思ったら、うん、記憶をねこう忘れまいとしてたんだなっていうのがあったりとか、うんうん、そうですね。あとなんかあの絵本とか子守歌とかを一切受け付けなくって、うん、なんで？はい、なんか夢で情報を得てたみたいなんで、あの夢がすごく大事なので、うん、寝る前に私が子守歌とか、うん、絵本とか地球の情報をこう入れると、うん、なんか自分の見たい夢が見れないって言って、なんかずっと拒否されてました。じゃあやっぱり寝てる間に宇宙に行っていろんな情報を交換して、うん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 、地球のことを教えたりしてたんだね。教えてたんだね、あの宇宙人の人に、ね、だってあの久子さんの、あの、うん、とお話した時、あのなんだっけ、うん、宇宙図書館の話、はい、すごい水葉ちゃん詳しくしてくれたって言ってたもんね、はい、そうですね、すごいですよね、なんかね、あと宇宙の学校の話とか、うん、すごい、宇宙の学校ってどんな学校なんですか、はい、なんかね、うん、あの学校って言っても、はい、保育園みたいな、みんな好きなこと学びたいことをね自由にする感じらしいんですよ、ですごく楽しくて、なんかあの平安な場所なんですけど、すごいね、あのその学校に私も上の娘の空も、うん、みんな同じクラスメートでいたらしくて、すごい。それで今で一緒に家族なってんだ。うん、でみっちゃんのね、うん、パパだけは違う星の学校だったみたいな。そうなの。かわいそう。でもじゃあ何かのご縁で家族になってるんだね。すごいですね。いいな。なんか先生もいて、すごくあの先生が、うん、でまあ、自分たちは宇宙図書館で、うん、なんか地球で生まれたらどうなるかどうするかっていうのを見てきてるので、まあ、納得はしてるんだけど、一応先生が、うん、まあ、
ひさこのとこに行くようにみたいなことを言うらしくって、まあ、そこで断ることもできるんだけど、うん、まあ降りてきてくれたみたいですね。すごい楽しい。まあ、でもあのクラスメートだったっていうのがあるから、うん、やっぱり地球で生まれてきて、うん、私がお母さんとして何かを言うとか、うん、お母さんとして何かをするっていうことに対してすごく三葉が、うん、なんだろう、それを受け付けなくって、クラスメートだったのにみたいな。そう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 。母なんだみたいな。なんかだからそのた、うん、その発言はすごいたくさんありましたね。そうなんですね。はい。へえ。うん、なんでなんあのその宇宙のことを話すのって分かるようになったの？ひさこさんが分かるようになったのはどの、はい、それはなんか、あの三葉のことを観察しながら、うん、なんか私には見えない、うん、三葉にはなんだろう、私には見えない世界が見えてるってことにやっぱり気づいた時に、うん、やっぱりあの壊しちゃいけないなと思って、うん、で、観察をし始めたというか、うん、もうちょっとね、こう、うん、丁寧に観察をし始めたんですけど、うん、やっぱり時々、うん、その私の意識がそこに、やっぱり分からないっていうところにあるので、うん、なんだろう、時々その世間の常識とかに合わせようとしちゃって、うん、なんか怒っちゃったりとか、うん、イライラしちゃったりするんですよ。うん、その時に三葉が、なんか、いつも、うん、なんか、ママ新しくなってって泣くんですよ。新しくなってって言うんだ。で、私こんなにね分かってあげようとしてやってるのに、うん、新しくなってってすごい人聞きが悪い言い方をされる。あ、でもなんか私すごいなんか、うん、新しくなってって分かる、うん、なんかね今ま、はい、人間としての、うん、なんて言うんだろう、価値観とか、うん、ね、はい、古い考えみたいな固定概念みたいな、もう捨ててみたいな感じですよね。そうなんですよ。いつでもこう、もうなんかそれだと話せないそう、うん、そうなんだなって思う。うんうん、あ、じゃあそうです、本当に、ね、まさにそうで、うん、三葉ちゃん、私がだんだん、うん、はい、うん、そうなんです。あ、すみません、いい、話して、ね、うん、こう私がどんどんね本来の光をこう表していった時に、うんうん、まあ、同じ領域でこう見れるようになった時、すごいに、あの話をしてくれるようになりました。どう、うん、私もそういう人になりたい、はい、新しくなりたい。ああ、いや、もうなっておられると思うんですけど、どうやったらなれるんだろう。お二人とも素晴らしい、うん、いいですね、素晴らしいお子さんを持って、うん、きっとね、三葉ちゃんはね、うん、あの、うん、地球をこう新しい、うん、みんな新しい時代になるのと一緒に考え方もね、うん、新しく、うん、そういう風にしようって生まれてきてくれたのかもしれない。いや本当にでもそうで、ね、うん、なんか三葉があの言ったことが、うん、この本にもちょっと書いたんですけど、うん、まあね、その、うん、すごく重たい、例えば脳とか、うん、ね、その心臓とかに障害を持って、うん、本当に動けない女の子とか、うん、もう、まあ、出会いがあったりとかしたんですけど、うん、まあ、その時に三葉がなんか、ある紙芝居を書いてくれて、うん、でその時にね、こう、私たち地球を救い上げに来たよって、セリフの中にあるんですよ。うん、でちょっと読んでもらえませんか？はい、はい、お願いします。まあ、でも私それだけ書いただけなんですけど、うん、あの私たち地球を救い上げに来たよって、うん、で地球の常識にとらわれない新しい感覚を持った子どもや、うん、障害があるとされる子たちの存在について、うん、三葉が書いた紙芝居の1ページですって言ってちょっとここに紹介してるんですけど、はい、あの本当に地球をこう手でお互いの手で救い上げて、うん、絵を描いてて、なんかお玉みたいにこう、うん、かぶって引き上げてる絵を描いてくれて、うんうん、あ、なんかすごく自覚があるんだなって、うん、思いましたね。へ、うん、あのこのね番組をプロデュースしてる、うん、あの、はい、女優と書いて自由の泉ひなさんもそういう考えなんですよ、はい、だからなんか三葉ちゃんと気が合うかもしれない。あ、そうですね。今度三葉ちゃんもゲストにでなってくださいね。はい、ああ、ありがとうございます。うん、ぜひ、うん、なんか、はい、本当にあの三葉って自分でこう、うん、あんまり言ったりしたりしないんですけど、うん、まあ、なんだろう、
自分自身にすごく集中してる姿を見せ続けてくれるんですよ。はい、するとなんかすごく自分中心に見えるんだけど、うん、どんどん周りが調和してくるんですね。だから自分に集中すればするほど周りが調和するから大丈夫だよっていう世界を見せてくれるというか、うんうん、すごい、うん、だからなんか言葉とかではあんまり言わないし、うん、自分からはこうやらないけど、うん、なんかただそうやって姿で見せてくれて、うんうん、で私にはそうやってね絵を描いてくれたり、うんうん、その言葉をね、うん、くれたりとかもするんですけど、はい、本当にね普通の自然な子です。自然体な子で、今何歳なんですか、みつはちゃん。でも今12歳ですね。あ、そっか、12歳、まだ小学6年生、うん、じゃあなんかいつまでもその、うん、ね、みつはちゃんでいてもらいたいですね、うん、かわいい、会ってみたい、はい、ね、本当に、うん、あ、そうですか、うん、ひなさんもいつまでもひなさんだからね。あ、うん、そうですね、うん、本当に ね、そのままでよくて ね、 そう、本当にそのままでいい、ちょっとみつは呼んできましょうかね、はいはい、うわ嬉しい。あ、どうも、恥ずかしい、あ、よかった、みつはちゃん、こんにちは。あ、ひなさん、はい、はい、お隣にいる子はお姉ちゃん、お友達です。お友達です、あ、達、はい、あのね、山梨からね、はい、遊びに来てくれて、お友達で3週間うちのお家にいました。あ、そうなんだ。お友達は何ちゃんですか。ソワカです。ん、ソワカです。ソワカちゃん、あ、すごい、なんかかわいい。ソワカっていう素敵なお名前です。素敵、すごい、こんにちは。みつはちゃん、ありがとう。あのね、みつはちゃんみたいな、うん、あの、お友達がとか言って、パッピーテレビをプロデュースしてる泉ひなさんです。ひなさんっていう方で、なんかみっちゃんととても似てるから、うん、合わせたいねってなって、うん、今呼んできますって言って。あの、池川先生してます、体内記憶の池川明先生。あ、私もなんかあんまり見てないんです。あ、そうなんですね。なんだろう、観察をしてて、はい、なんだろう、すごく、なんて言うんでしょう、あ、後でね、一致したなとか、なんか人から聞いて、うん、あ、一致してるとかっていうのはすごい楽しいなと思って、うん、そういう気づき、発見が、はい、で、あえてなんかあんまり見ないようにしてて。あ、そうなんですね。でもなんかあの、また見る機会があると思うんですけど、うん、はい、ぜひ、なんか本当に一致してると思います、うん、なんか皆さんの言ってることと、うんうん、みつはの言ってることが、はい、そうですよね、うん、みつはちゃんの言ってることが、はい、うん、一致するなと思って、うん、そうですよね。でなんかうちのアトリエでもすごい素敵な子どもたちの、あの、なんだろう、が集まってくるというか、そわかちゃんもそうなんですけど、うん、なんか本当にね、今の地球いいなって思うんです。本当ですよね。うん、やっぱり共鳴してね、うん、いろんな子がアトリエに来てくれるんですけど、うん、みんな素敵で、うん、もうなんか本当になんか輝きを私もらってるなと思って、はい、みつはさん、地球は楽しいですか。ソワカちゃんはどうですか。楽しいです、うん、ね、すごい、そうですよね、一生に一度しかない自分の人生だから、うん、本当に地球の人生楽しまなきゃダメですよね。もったいないですよね、うん、自分らしく。本当そうだね、うん、本当に、ね、うん、今度ゲストでお話ししてくださいね。ね、本当だ。緊張してますが、ね、うん、オンラインカルチャーっていうのもやっていて、うん、あの、宇宙語講座っていうのもあるんですよ、うん、みつはちゃんの、ね、絵とかもいいかもしれない。そうですね、うん、え、何講座があるんですか。宇宙語講座。あ、宇宙語講座。宇宙語で会話するんですけど、いいす、ね、すごく心が楽になれるっていうか、うん、面白いので、うん、ぜひ体験してください。あの、そわかちゃんのお母さんが、
よく宇宙語でウクレレ弾いて歌を歌っておられます。いいですね。そうですか。うん、はい。いいですね。いいですね。そうそう。うん、はい。皆さん。なんかぜひ、うん、子供たちともつなげたいので、うん、そうですね。またお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。オンラインカルチャーも参加してみてください。ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。笑顔が転がる。つながるですか。はい。笑顔がつながる。えみえみチャンネル。なんでやねん。知らんけど。